はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。ギターラインインストラクターの丸山亮吾と丸ちゃんです。髪の毛を切りました。はい今日はですね、TikTok で大人気のエイトさんの香水の、ギターレッスンをやっていきたいと思います。この曲はですね、一見すごいかっこよくて難しそうなことをやっていると思うんですが、中を掘ってみると、案外シンプルで、少しのテクニックで弾ける楽曲となってますので、ぜひとも、習得して、歌ってみてください。それでは、いつも通りコード解説からいってみましょう。はい、そしたらですね、コード解説からいっていきたいと思います。皆さん、想像画から気になっていると思うんですけど、ちょくちょく登場してましたこの子、名前がみーちゃんと今決まりました。はい、なので、たびたび登場すると思うんですが、みーちゃんのこともちょっとめでてやってください。はい、ではコード解説いきます。いつも通りダイアグラムがここに表示されます。なんとこのコード、この楽曲ですね、使うコードはたったの5つしかありません。そして定番のコードだけなんですけども、F コードが一番難しいコードですね。なので、F だけ集中してやっていただければあとは結構すんなりいけると思います。はい、そしたらコードを弾いていくんですが、まずカポを、カポタストを3フレットにつけてあげましょう。こんな感じの響きになってますね。で、F コード、本当は F コードじゃないんですけども、カポを0と見た時のこの形、1フレットでのこの制覇なので F コードっていう風に解説していきます。まずは、いつも通り人差し指制覇の5弦の3に薬、その下の4弦の3に小指で、3弦の2に中指、F コードですね。他にも動画、F コードの押さえ方と上がってますので、もしもきついと思ったらいろいろコツ教えてます。なのでそちらもぜひ見てください。はい。そしたら次は G コードです。はい。6弦の3、5弦の2、1弦の3で G コードになります。で、お次が C コード。これも定番コードですね。5弦の3、4弦の2、2弦の1です。そしてあと2つ、E7 スコード、5弦の2に中指、3弦の1に人差し指、はい、そして最後に Am7 スコードが出てくるんですが、 E7 スコードの形をそのまま1個下に弦をずらした形になります。なので E7 と Am7 形が、指の形変わらないので結構押さえやすいコードとなってます。4弦の2に中指で、2弦の1に人差し指で、6弦がミュートになりますので、 E7 から行くときには親指だけ足してあげる形にしてあげてください。はい、そしたらですね、実際のパターンです。アルペジオパターン、弾いていきたいと思います。まずは、F コード押さえてもらって、こんな感じでセットします。親指が6弦、人、中、クスと4、3、2弦にセットしていきます。そして親指、その他みたいな感じでと、たって弾いていきます。で、その後にかっこいいパチって音が入ってますよね。これはミュートしてる音です。こうアコースティックギターの、だいたい僕は親指を6弦にめがけて、ここに弦が指板に当たる音を出してあげてるイメージですね。こう手を、ギターの上でパタパタさせてあげる気持ちで、僕は結構叩いてます。このままパタパタで、この時に手開いてちゃうと次のコードに行けないので、ここを閉じたままこう小指を支点にして閉じてあげるイメージですね。こんな感じになります。そしたら今度は、すぐに、G コードに、あ、ごめんなさい、みーちゃんが、ごめんなさいG コードに行きます。やってることは一緒です。なんですけど、リズムが変わってきます。まずは、6弦親指で、その他、4、3、2弦に、人、中、クスと置いてあげて、こういう形で、止めてるんですが、最初の6弦を弾いた時の音が伸びてるのがわかりますかね。ワン、エン、ツー、エン。こんな感じで、ワン、エン、ツー、エン。って感じですね。1N2N3N4N っていう形で、食ってるっていう言い方をするんですが、 G コードが食ってます。 1N2N3N4N。 そして C コードも食ってくるので、ここが結構ややこしいと思います。
ので、そこに注意してやってあげてください。で、皆さんが多分気になってると思うこれですよね。 C コードに行った時に同じように親指その他止めるって弾いた後に、僕は中指か薬指、多分その時の気分で変わってるんですが、中指ですかね、がやりやすいと思います。中指で1弦をまず開放弦弾いたら1フレットにハンマリングで、そのままプリング、そしてすぐ C コードに戻って2弦3弦3弦と弾くときは、中指人差し指で弾いてあげると思いいと思う。なので、中指人差し指ですね。この形で弾いてあげるといいかなと思います。はい、そしたら、今のが1個目、そして2個目です。2個目が最初は一緒です。そしたら C に行くんですが、同じように親指その他で弾いたら止めません。今度は止めずにこんな感じで、1弦2弦3弦くす中人で弾いてあげます。はい、これが2個目です。そしたら、3個目いってみたいと思います。3個目で先ほどの Em7th Em7th が出てきます。ここでここ変わりません。そしたら E7th を押さえてこんな感じになります。 E7th コードの同じく6、4、3、2弦を押さえて全部一緒にこんな感じで2回弾いてあげます。で、この時に一番最初の音を弾いたらすぐ止めてあげるのがかっこいいミソです。タッターみたいな感じで弾いてあげてください。タッで、Am7th に移行して、ターン。また、今度は、Am7th だとルートが変わるので、5、4、3、2弦を弾いてあげます。タッタパシチャーン。こんな感じですね。で、その後におまけで、親指で5弦、その他に3、4弦。で、弾いてあげます。タッタプンチャーン、トンチャーン。こんな感じになってます。そしたら、もう2小節入ってくるんですが、もう2小節は、なんと、2回目の、これと一緒です。と一緒なので、1回目、2回目、3回目、2回目、っていう流れのパターンで弾いていってもらえれば、この曲、全部弾けちゃうことになりますので、この、短い小節感ですね、を、まずは、死ぬ気で練習してみてください。どうでしょうか。はい。そしたらですね、2番のサビ、2番のガバナーのせいにされたところで、されないですね、2番は。ギターソロが入ってきます。結構かっこいいギターソロなので、そこも解説していきたいと思います。はい。ギターソロ解説していきたいと思います。このキーは、この楽曲は本当はキーが E フラットなので、E フラットメジャー、スケールを意識してあげると結構わかりやすくなると思います。まずがこんな感じで弾いてます。人差し指中指で2弦3弦を押さえてもらって、最初は開放弦で中指を使って2フレットですね。ここでもハンマリングプリングします。そしたら人差し指を2弦の1フレットに準備して、こんな感じで、上がっていきます。8と9フレットと8フレットですね。カポをつけた状態です。で、スライドの時に1回弾いて到着したらもう一回弾くっていう感じになります。で、この形のまま2フレット下がります。で、今度はここですね、5フレット。2弦と3弦の5フレット。薬指、小指で僕は言ってあげてます。はい。で、その後が、ここまで一緒です。そしたら2弦の10と8に、こんな感じで、
8から10にまずスライドします。そしたら8フレットに人差し指で弾いてあげてますね。で、その後です。また最初は一緒です。一番最初に弾いたパターンを、リズミカルにこんな感じで戻ってきてあげてます。はい。で、ここで E メジャースケールですね。あ、C メジャースケールですね。こんな感じで5、4弦の5、3弦の5、3弦の7、スライドで3弦の9で、その後が9から7にまたスライドします。で、7から5に今度プリングです。ちょっとややこしいんですが、こんな感じで弾いてもらってるので、弾いてくれてるので、ややこしいんですが、練習して慣れてくると、分かりやすくなってくると思います。で、その後にまた、このサンドフレーズですね。一番最初に上がってきたところと2個目、で3個目、今度はここ人差し指でいっちゃいましょう。で、その後に2個目のフレーズ、ここの部分ですね、ここにハンマリングしてあげます。そしたら人差し指1個上の弦で4弦と3弦の5フレットを押さえて、こんな感じで、今度は薬指で、3弦の5から7にハンマリングをしてあげます。で、ハンマリングをして、戻して、もう一回弾いてあげる感じです。そして最後に、こんな感じで C コードの、アルペジオの中に、こう、ヨドの音が入ってきてる感じですね。そして中指で2弦の6、最後に小指で2弦の8という形になってます。はい。そしたら、いつも通り 75% の速度で、弾いてみたいと思いますので、こんな感じになってるんだっていうのを、見ていってみてください。それでは行ってみましょう。でした。最初は難しく感じると思いますが、弾けたら絶対かっこいい。それでは、次回の動画やレッスンでお会いしましょう。まるちゃんでした。バイバイ。